自転車は自動車と同じで、れっきとした車両の仲間です。自転車に乗るときは、交通ルールとマナーをしっかり守って、安全運転を心がけなければなりません。ここでは、自転車の交通ルールを示した自転車安全利用5則に沿って、自転車を安全に利用するための交通ルールについて見ていきましょう。自転車は車や自動二輪と同じ車両ですので、歩道と車道の区分のあるところでは車道を通行するのが原則です。自転車道がある場合はそこを通らなければなりません。自転車も例外的に歩道を走ることができる場合があります。それは歩道に自転車歩道通行課の道路標識がある場合、子どもや高齢者などが運転している場合、車道または交通の状況から見てやむを得ない場合は歩道を走ることができます。自転車は車道の左側を通行しなければなりません。右側通行は対面する自転車や車にとって大変危険です。自転車道を通行する場合も必ず左側を通行しましょう。自転車は歩行者の通行の妨げになる場合を除いて路側帯を通行することができます。ただし通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯に限られています。路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。ただし、白線2本の路側帯は歩行者用ですので、自転車は通行できません。歩道を走るときは、歩道の車道より、または指定された部分をすぐに停止できる速度で走り、歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなければなりません。特に子どもやお年寄りなどは飛び出したりよろけたりする可能性がありますので注意が必要です。自転車横断帯がある道路を横断するときは、この自転車横断帯を通行しなければなりません。横断歩道は横断中の歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げる恐れのない場合を除いて、自転車に乗ったまま進行してはいけません。歩行者から見れば、自転車がスピードを出して近くを走り抜けるのはとても怖いものです。自転車を利用するときは、思いやりや優しさのある運転を心がけましょう。自転車も自動車と同じようにお酒を飲んで運転することは禁止されています。自転車の2人乗りはバランスを崩しやすく、ハンドル操作が不安定になるのでとても危険ですからやめましょう。また並進かの標識のある場所以外では自転車が2台以上並んで走ることは禁止されています。車や歩行者に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯し、明るい目立つ色の服装や反射材の活用を心がけましょう。信号機のある交差点は信号に従って進行しなければなりません。交差点を左折するときは後方の安全を確かめ、道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨害しないよう注意して曲がります。右折する場合、信号機のある交差点では青信号で交差点の向こう側までまっすぐ進み、そこで止まって右に向きを変えます。前方の信号が青になったら前後左右の安全を確認して直進します。信号機がないときは
後ろの安全を確かめ、道路の左端を向こう側までまっすぐ進み、十分速度を落として右に曲がり、安全を確かめて進みます。一時停止の標識のある交差点では、一時停止をして安全を確かめてから通行します。自転車も一時停止しなければ一時停止違反となります。一時停止の標識がない交差点でも徐行し、安全を確かめて通行します。また携帯電話やスマートフォン、ヘッドフォンなどを使用しながらの運転は、注意力が散漫になったり、外部の音が聞こえづらくなったりするため大変危険です。傘を差しながらの運転や、物を担いだり持ったりしながらの運転も片手運転になる上に、視界が妨げられて危険ですのでやめましょう。ブレーキが備えられていない競技用の自転車などは、公道を走ることが禁止されています。もちろんブレーキが効かなくなった自転車を運転することも同じです。6歳未満の子供を自転車の幼児用座席に乗せる場合や、13歳未満の子供が自転車を運転する場合には、自転車事故による被害を軽減させるため、保護者は子供にヘルメットを着用させるように努めなければなりません。またシートベルトを備えている幼児用座席では、必ずシートベルトを着用させるようにしましょう。もし交通事故を起こしたときは、直ちに負傷者を救護して危険を防止するなど、必要な措置を講じなければいけません。また警察に事故の内容を連絡しなければなりません。自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じる恐れがあります。自転車には自動車のように強制加入である自賠責保険がありません。万が一の場合に備え、自転車の点検整備を受け、傷害保障と賠償責任保障の保険がついている TS マークなどの任意の保険に加入するようにしましょう。いかがでしたか？自転車は乗る人の心がけ一つで、危険な乗り物にも安全で便利な乗り物にもなります。自転車に乗っている人が交通ルールを無視すれば、被害者になるのは自分自身と弱い立場の歩行者です。自転車を安全に利用するためには、みんなが交通ルールとマナーをきちんと守り、思いやりの精神を持って安全運転を心がけることが大切です。この DVD を見て、安全運転を早速今日から実践し、楽しい自転車ライフを満喫していただきたいと思います。